いよいよ静岡高校の初戦です。試合開始1時間前にもかかわらず、チケット売り場には多くの人が行列を作っています。2年ぶりの甲子園を目指すシード校静岡は、強豪常葉大立花と初戦で激突です。静岡の先発は2年生エース中野。2回、ワンアウト2塁3塁のピンチで迎えるは立花の6番長谷川。打球は右中間を真っ二つ。このスリーベースで2人が生還、立花に2点を先制されます。追いつきたい静岡はその裏、ノーアウト1塁3塁で7番知念。センターへの犠牲フライですぐさま1点を返します。静岡の中野は3回以降立ち直り、自己最速を更新する138キロの直球を軸に抑え、味方の反撃を待ちます。迎えた7回、静岡は6番松永がフォアボールで出塁すると、7番知念ライト前に運び、一塁ランナー松永は三塁へ。ここで返球が乱れる間に松永がホームイン。静岡が終盤に追いつき、試合はノーアウト一塁二塁から始まるタイブレークの延長戦に突入します。10回もマウンドに上がる静岡のエース中野。ツーアウト二塁三塁としたところで、8番ピッチャーの市川。打球は1・2塁間を破りライト前、静岡を再び2点のリードを許します。後がない静岡はその裏、ノーアウト1塁2塁で当たっている知念。センターへのタイムリーで1点差。なおもノーアウト1塁3塁で8番猪俣。同点とはなりません。静岡はその後ワンアウト満塁と一打サヨナラの場面で1番キャプテンの遠藤。静岡は14年ぶりの初戦敗退です。中野はしっかりと踏ん張って最後まで投げてたと思うので、そこにこう自分たち3年生が応えられなかったっていうのは、そこは本当に悔しくて、まあ、これで自分たちの、まあ、夏は終わってしまったんですけど、まあ、2年生にこれからでも残せるものがあったら、たくさん残していって次の選抜を狙ってほしいと思うので。